皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さあ今日は言葉をテーマにね、お話ししてみたいと思います。いろんな意味の言葉あると思いますけど、今回取り上げるのはですね、昭和の言葉だったりとかね、方言、ちょっとねこの辺りお話ししてみたいと思います。昔の言葉ってね、なんかいいですよね。あの地域によっていろんなね方言もありますしね、あの表現方法もそこの地域によって独特ですね。どこどこ弁とかってありますけどね、私いつも思ってるのは、北海道の方と沖縄の方が方言同士で喋ったら絶対通じないかななんて思ったりもするんですけどね、いかがでしょうかね。でね、まあネットで検索しても結構いろんな言葉出てくるんですけどもね、ちょっと昔懐かしい言葉からね、ちょっとお話ししてみたいかなと思います。これはまあ、私は昭和一応61年なので、昭和末期なので、そんな昭和をねたっぷり満喫してる世代ではないんですけども、まあ、それでもね、両親がやっぱり昭和の出身ですからね、あの小さい頃から慣れ親しんだ言葉っていうのはいっぱいあります。だから今の若い方に、ね、通じるのかどうかっていう、まあ、逆に今の若い方が使ってることは私たち以上に、私たちの世代には全然通じないっていうのも、まあ、あるんかもしれませんけどね、まあ、そのギャップっていうのも、まあ、面白いかなと思います。ちょっといくつかとあのピックアップしてみたいと思います。昔のまず言葉ということですけども、ズック、いかがでしょう。ズック靴のことです。靴はズックって言ってましたね。そしてシャッポこれは帽子のことはシャッポだから、暑いからシャッポかぶってってねとかって、そういう感じで使ってましたね。そして帳面って、ノートのことです。だから几帳面っていう言葉ありますよね。記すノートです。記す帳面で几帳面だから、ノートに書くほど細かいっていうね、そういう意味での几帳面っていう言葉があるんでしょうかね。そして背広これはスーツのことです。はい、寝巻き、まあこれは分かりますかね、パジャマのことですね。寝巻きね、寝るに巻くで寝巻き、襟に巻くで襟巻きはこれマフラーのことですね。えもんかけ、まあ、これはハンガー、えもんかけはハンガー、これ結構有名かもしれませんね。ちり紙、これちり紙、ティッシュのこと。でも昔は本当にちり紙っていう紙あったんですよね。ティッシュとは全く違うちり紙、ね、そこからちり紙交換っていうね言葉がまあ来てるんですよね。直帰はこれベストのことです。だからでも今もチョッキって警察官の人がね、あの着てるの防弾チョッキって言いますよね。防弾ベストとは言わないかな、あれはね。あれは防弾チョッキって言葉に残ってますよね。魔法瓶、これどうでしょう。魔法瓶、まあ魔法瓶って今もね、あのタイガー魔法瓶とかって会社の前名前でね、あの残ってますけどね、象印魔法瓶とかってね、魔法瓶とかね。あとサジこれ箸のことです。あとは郵便受け、まあこれは分かりますね、ポストのこと、郵便受けって言ってましたね。写真機、これはまあカメラのことですね。昔は写真機って言ってました。はい。まあそんな感じですかね。他にもまあいっぱいあると思いますけどもね。で、ちょっとね、もう一個方言についてお話ししてみたいと思います。私、埼玉県に住んでるんですけども、まあ埼玉弁というのはネットで調べても出てこないのかな。秩父弁とかね、は出てくるみたいです。だから、ネットで私前調べたことあるんですけど、私が小さい頃から聞いてた方言っていうのは、多分この辺り秩父弁とか茨城弁とかが、まあ混じって、ている北関東で一帯で使われている方言なのかなと思います。だから言葉の語尾に米をつけて、あの行く米とか帰る米とか食う米とか寝る米とかね、そんな感じでね、あの使ってたと思いますね。で、他にも方言的な言葉で私も親しんでた言葉いくつかお話ししてみたいと思います。まずはじゃあ、いくんちこれは何日、今日はいくんちだいとか、今日は何日っていう、今日はいくんちだいとかってこんな風に使ってます。一点米、まあ、これは行ってみようってことですね。一点米、今日一点米とかってね。あとね、入れもんこれ入れ物のことです。入れもんとかね、うっちゃる、これは捨てることです。ゴミをうっちゃるとかね、そういう風に使ってました。うんとこれはいっぱいってことです。うんと食えよってね、いっぱい食べなよって、うんと食えよってね。おっかねえ、まあこれは怖いことですね。おっかねえ、おっぱさみ、これ洗濯ばさみのことですおっぱさみとかね。おっぴらいちゃう、これ溢れるってことですね。お風呂のお湯がおっぴらいちゃうよっていう言い方をします。おっぺす、これは押すことです。あの引く押すの押すね、ドアをおっぺすとかっていうふうに使ってました。かったるい、まあこれはまあかったる、疲れたとかだるいとかっていうんですね。ガランド、まあこれはなんか空っぽのことね、ガランド。あとはきびしょ、きびしょ、これは急須です。急須のこと、きびしょって言ってました。そして格子、これはあのチェックのことですね。格子柄って言ってましたね。こそっぱい、
これはあのザラザラしてることをこそっぱいと言ってました。怖い、これ怖いっていうのはあの怖いような怖いじゃなくて硬いという意味で使ってました。このせんべい怖いねとかっていう言い方をしてましたね。そして先っちょ、まあこれは先っぽのことです。先っちょとかちっとんべ、まあ、ちっとんべっていうのはちょっととかね、ほんの少しとかっていう意味でちっとんべ。つんのめる、これは前に倒れることをつんのめると言いました。とっかいる、これは鳥カエルのことです。服とっかいるよとかね。あとナス、ナスこれはね野菜のナスじゃなくてあの返すことです。だから借金なしでくんなとかいうふうに使ってます。お金なしでよとか。ぬくて、これはぬくてっていうのはぬくいって意味で温かいっていう意味を言ってました。ぬくて、ぬくいとかぬくて。のめっこい、これはツルツルしてることを言います。のめっこい。あとのめっちょ、これとんがってることを言います。先っぽがとんがってる、とのめっちょ。あとね腹口、まあこれ腹いっぱい、お腹いっぱいって意味ですね。百っこい、まあこれは冷たい、この水百っこいよとかっていうふうに言ってました。あとねほきる、これはあの伸びること、成長することを言います。だからあの髪が伸びたねっていうのは毛がほきたねとかってそういうふうに言ってました。やっこい、まあこれは柔らかいということですね。この豆腐やっこいなとかって。あとはねわきゃね、まあこれは、まあ、なんとなくわかりますかね、簡単だよとかね、わきゃねえよとかっていうふうに、使ってましたね。まあ他にもいっぱいあると思うんですけどね、皆さんの地域でもねきっと方言って何かね独特な言い回しとかあるかと思います。よかったらねコメント欄で教えていただければと思います。というわけで今日はね言葉、まあ昔の言葉とかね、あと方言についてねお話しさせていただきました。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。